新年明けましておめでとうございます。どうもアークです。今回は金柑のコンポート、俗に言う甘露煮を紹介していきたいと思います。必要な材料と動画下の概要欄に貼ってますので、そちらをご覧ください。また動画の後半では失敗しないためのポイントや、なぜ金柑がおせちに入っているのかも話しているので、ぜひ最後まで見ていってください。では作っていきましょう。水洗いした金柑のヘタを切っていきます。金柑のヘタが落とせたら、竹串で表面に穴を開けていきます。こんな感じで全体に穴を開けるようにしてください。鍋に金柑と水を加え、沸騰するまで中火で加熱していきます。沸騰したら弱火に落としていきます。15分煮て中の白い部分が透明になったら、ここにグラニュー糖を加えていきます。ここからさらに煮詰めていきます。15分ほど煮たら火を止めます。今回のポイントはこちら。金柑を丸々煮込む場合は必ず竹串で穴を開けたり、包丁で切れ込みを入れるようにしてください。もし穴や切れ込みを入れずに作ってしまうと、浸透圧の関係で表面がシワシワになってしまうので、美味しい金柑も見た目が台無しになってしまいます。また今回は煮こぼしなどはしなかったんですけれども、苦みが苦手な方は沸騰したお湯に金柑を入れて 1,2 分湯がいて、そのままお湯を捨てるっていう作業を 2,3 回繰り返すと苦みはなくなります。また金柑の苦みはナリンギンっていう柚子やグレープフルーツにも多く含まれている成分で、血中の脂肪酸を分解したり、抗アレルギー作用や免疫力を高める効果があるとされています。また瓶などで金柑を保存する場合は必ず瓶を熱湯消毒しておいてください。また金柑を作った際にできたシロップはアイスクリームにかけたり炭酸水で割っても美味しいので、ぜひ試してみてください。また金柑がおせちに入っているのは色が綺麗というだけで入っているわけではなく、金の冠で金柑とかけることから富の象徴ともされていて、金運を上げてくれる食材としておせちの中に入っています。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かったと思われた方は、コメントやグッドボタンの方よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。